はい、皆さんこんにちは。ただいまバンコクでございます。バンコクのホテルに入っております。これなんとかってホテルなんですか。なんとかじゃいけませんね。パームグランドホテルかな、なんかわかりません。5つ星のホテルにいまして、ですね、本当はね、飛行機の中の映画の話をたくさんしたかったんですが、なんと今度乗りましたバンコクエアウェイズ、これは機内サービスで飛行機ないの中で映画がないんですよ。あー、切れちゃいましたね。狭くてひどい、まあ、これはまた別に、ね、困ったところでやろうと思ってるんですけど、今日、やっぱりですね、シンガポールエラインで見ました、映画の話ね、これをしようと思いまして、一応2本見ました。正確に言うと3本なんですけど、途中で寝ちゃったんで、うん、この話も混ぜながらですね、やっぱり機内映画の、まあ、いろんなことね、洋画と邦画のことも含めまして、年末帰国の機内映画って形で言ってみようかな。題名そうかな、どうか分かりませんけどもね。さあ、それではバンコクからお送りします、お届けします。アップロードうまくいくかなっていう形でいきましょう。一人で話します。ジョリーに首ったけ、イエ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 イって感じでしょうかね。なんかちょっと鼻鳴っちゃいましたけど、てなわけでして、うん、なんだろうってことになるんですけど、本当のこと言いますとね、飛行機に乗った時に最初見ようと思ったのは、ルローニケンシン、うん、これ帰りもやってるから見れたら見ようかと思ってるんですけどね、これが、なんとね、2、3っていうのかな、何なんだろうな、うん、まあ、そんなのがありましてですね、見てないんで見ようと思ったんですよ。ところがね、正直言います、つまらなくて寝ちゃいました。はい、2の途中でね、テンポとかそういうのが無理になんか、なんだろうな、やってる形なんで、うんうん、まあそんな、まあ、ことだったんでね、非常に、まあつまんなかったかな。で、しょうがないのでこれもつまんないだろうなと思ったので、うん、まあなんだろう、うん、つまんなかったなと思ったんでですね、ちょっと今メール変に入っちゃいましたね、うん、忍者タートルっていうのを見たんですよ。忍者タートルね、うん、で忍者タートルどうだったかっていうと、これはね、案外見れましたね、うん、まあ内容は普通に、なんかミュータントになってしまったっていうんですかね、ちょっと実験の結果、自分の飼っていたカメとかネズミが、すごい知能とか強さを持っちゃってミュータントになって、ある時のそういうね、なんか、そうですね、まあ、地球を征服しようとするわけのわかんない組織の、親玉に利用されるとしたら逃がしちゃったけど、子供がね。で、その子供と再会しまして、そいつらと戦うってやつですけど、撮影がやっぱりしっかりしてますね、やっぱりハリウッドだからね。うん。まあ、なんて言うんでしょうかね、基本的にはですね、やっぱりハリウッドの映画って面白いんですよ、簡単に言うとね。で、やっぱり若年層向けに作ってあるんで、まあそれは仕方がないにしても、内容はね、やっぱり撮影がしっかりしましたね、うん、で、まあここら辺のところが私の、今話した中でそれほどでもなかった映画なんです。でも忍者タトル面白いですよ、結局ね。ところが一つやっぱり当たったのがありましたね、エクスペンダブル3、うん、これは面白かったな、やっぱり。はい、でね、機内映画は、まず重要なのはね、日本語で見れる場合と英語で見れる場合とかあるんですよ。ただこれね、日本語で見れるのはあまりにお勧めしないです。というのは、実際の本当の吹き替えなんてのはできてるわけないじゃないですか、日本語のね。だから機内映画用に吹き替えのスタッフを使ってやるんです。だからシュワルツネッカーの声なんかも全然違うし、もうスタロンも違うし、あと、まあ、女性みんな同じ声ですね、3人ぐらいしかいなくて、結局これは英語で見るべきだと。で、字幕があるから英語で字幕っていうのが本当は一番いいんじゃないかなって気がしましたね。で、内容はもうみんな強いやつがいっぱい集まって、ところがね、もうみんな年じゃないですか、シュワルツネッカーにしても何にしても ね。だから、そろそろ新しいスタッフだっていうんで、スタロンが新しいスタッフを使ってね、まあ、悪の組織を戦うわけですよ。ところがやっぱり捕まっちゃうんです。で、それをなんとか助けなきゃいけないっていうんで、まあね、とんでもないとか、イエメンだかどこか忘れたかどこかとか行くんですけどね。それで、捕まっちゃう。ところが昔のスタッフたちがそれを救出に行くっていう形ですね。とにかくハリソン・フォードでしょ、なんて言ったって。うん、で、それにスタローンに、まあね、当然残ったけど、シュワルツネッカー、ドルフ・ラングレーだとか、あとなんだっけな、うん、トランスポーターのやつとか、あとはジェット・リーも出るし、何も出るし、すごいですよ、役者。だから役者一人一人が薄くなっちゃうっていうのがあるかもしれないけど、そもそもアクションできますね。だからいいですね。ただ今回残念だったのはジェットリーの活躍があまりなかった。で、ジェットリーが好きかどうかは別なんだけど、だから肉弾戦というよりも銃撃戦の方が強くなったんですね。だから銃撃戦っていうことになれば、うん、誰でもある意味じゃ一緒じゃないかって感じしません？その凄さっていうのはね、シュワルツネッカーっていうと巨大なでっかい銃を片手で撃つっていうのはあるかもしれないけども、でも本当にすごいのは肉弾戦の強さではないかと思うんですよね。その時にこの3の後の方があるのかなって考えた時に、あるかもしれないけど、そろそろ行き詰まってるんじゃないかなって気しました。敵役は敵役ぴったりのメル・ギブソンね。
メル・ギブソンがまたすごく強いんですよ。で最後にやっぱりスタローンと殴り合いとかするんだけど、まあ、ここがまあ一種の見せ所なのかな。ただメル・ギブソンとスタローンが殴り合いしたとしてもロッキーのあのイメージにはならないし、メル・ギブソンにあんまりね、あの見た目はすごくいい役者で強そうに見えるんだけど、強いっていうねその表現方法に乏しいんだよね。それこそスタローンとね、それこそあのシュワルツェネッガーが殴り合いやったらこれは面白いじゃないですかね。それを考えると昔ねフォービドンキングダムっていうあの映画があって、これ中国かなでやったんですけど、やっぱりジャッキーチェンとジェットリーが戦うんですよ、水拳とね邪拳とかで。これはすごいですよ、うん、だからそのアクションがすごいというよりか期待させるものがすごいっていうんですか、うん、だからこの手の映画ってのはやっぱりあのワンツーも見ましたけど、エクスペンダブルはね期待させる部分でしょ。その部分がこうやって乏しくなるとちょっと違うかなと、うん、で確実にこれは、吹き替えで見ないでください、飛行機だからね、うん、もちろん DVD なんかがちゃんと出て、もう出てるのかな、どうだろう、そしてそれを見られる場合の吹き替えだったらちゃんとしたその映画用に作られたあの高い吹き替え使ってるからいいと思うんですよね、うん、そんなところで、ぜひあの私はおすすめとして、このエクスペンダブル1番、うん、2番目が、うん、忍者タートルですね。でルローニケンシンというのはね、正直言ってあの最初に1を見た時には天地明察なんかと一緒に見たのかな、どうだったんだろう、そんなに悪くない映画だったんですよ、うん、ところがあの2以降はね、なんでしょうかね、やっぱりあの時代劇じゃなくなってるんですね。で役者がやっぱり数段落ちるね。だから本当は3がみんな面白いとか言ったけど、うん、やっぱり見れないんですよ。で帰りにもう一度見ようかなと思ったんですけど、ドラえもんのなんか最新作がみんな泣けるっていうから、僕はね悲しかったり素敵で泣けるんじゃなくて残念で泣けちゃいそうな気がするんですけど、見ようと思ってます、うん、ね。まあ、あの皆さんね飛行機に乗るときって言われますけど、今回のジェットアジア、まああのねすんごい席が狭くて、それでもう全く映画の画面も何にもないです。もうこんなところでねしょうがないので、寝てたんですけど、もう体が全部収まらないようなところですね、まあ、そんなところで寝ました。だから飛行機の中ぐらいはやっぱり映画がないと、うん、寂しいんじゃないかなと思いましたね、はい、帰りあと一本じゃないですもっと見ると思いますよ。でアメリカに行けばね今年はまた新年初かな、初ですよね下手すらね、うん、はい、ということで明けましておめでとうございます、そういうことで、まあ、新年の映画っていっぱいありますよね。ジュラシックワールドもあるし、それこそ本当にターミネーターの新しいやつもあるし、もうスターウォーズは CM が始まりました、そんなことも含めて2015年というのは映画にとって特別な年ですね。バックトゥザフューチャーの年ですから、うん、それも含めてあのいろんなイベントなんかに参加していきたいかなと思ってます、現在東京で映画本当は1本、またバンコクで見れるかなと思ったんですけど、現実的にこの時期見る映画アメリカで全部見ちゃったらないんですよね、うん、ホビット見ちゃってるし、うん、だからそれを考えた時にどうしましょうね、やることないですね映画はね、うん、それこそあのもっと言うと FC2 の映画の中に面白いのがあるんで、最強なんだっけな、うん、絶叫スケアリームービーだっけな、ちょっと忘れたけど、ちょっと見てますね。この映画の名前は最新絶叫映画ですね、スケアリームービーですね、これも面白いです。こんなのもありますし、やっぱりあのテレビで楽しむものと、映画館で楽しむもの、飛行機の中で楽しむもの、いろいろ違うということで、探してみるとなかなかコアな映画があります。はい、そんな形でした。今年の抱負はですね、本当に映画を、やっぱり僕らこれが好きなわけですから、ただラジオだけじゃなくてもっとね、もっとレビューが皆さんに分かるようにちょっと研究して、そうですね、こういうバラエティートークじゃないようなもっと違った映画を定期的に月1編ぐらい、うん、今月の映画、今月の映画って紹介できたらいいかなっていうのを YouTube などで発表してきたらいいと思ってます。まあハリウッドはどうしても早く出るんでね、ぜひ皆さん、もう少し3月になればナイトアットミュージアム、これ最高です。去年最高の映画って言いましたけど、これも見ていただいて、日本との時差を埋めてみたいと思いますね、本当にこれは感動しますね。やっぱりロビン・ウィリアムスが、亡くなっちゃって最後の遺作となってしまった作品です、うん、それ以外の役者たちもみんな生き生きしてますね、今までの単なる老人形だったキャラクターが一人一人が、もうこれ最終回だと思いますけど、もう2、4はないと思いますけど、一人一人が本当にキャラクターとして生きているところあたりは、ね、素晴らしいなっていう形ですね。さあまだ40秒があります、うん、バンコクはいい天気です。東京もね、飛行機に乗ってる時は富士山を、上から見下ろして富士山の真上を通過してきましたね。本当ね、あんまりにも美しいんで写真撮ったんですけど、タイミングが遅くてちょっとねずれちゃいました、これネットの環境が悪いので、これは、どっかのね、Wi-Fi がつながるところが来たら飛ばして、Facebook かなんかに、アップしたいと思います、映画の方はそんな形でね、皆さんが、楽しんでいただける映画を今年もどんどん探していこうと思いますので、マイクを取って終わりたいと思います。
それでは、皆さん今年1年間もよろしくお願いしたいと思います。神田さん、バンコクからお届けしました。それではさようなら、どうも、また来週。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。